アリアアクアおよびアリアは天の梢による日本の漫画2001年から2008年にかけて1話完結形式で月刊誌に連載された単行本はアクアアリア両を題合わせて全14巻で累計420万部関連書籍は60万部が発行された物語の舞台となるのは テラフォーミングされ水の惑星となった未来の火星、アクア。そのアクアの観光都市ネオ・ベネツィアで、一人前の観光水先案内人を目指す少女、水無し東里と,とその周囲の人々の四季折々の日常を描いている。ネオ・ベネツィアは、地球のベネツィアから建築物や風習を移転したという設定になっており、異星を舞台にしながらも、実在の観光資源が、作中に登場している。 当初は、アックアの台で、月刊ステンシル、エニックス刊に掲載されていたが、いわゆるエニックスを映騒動により2002年から、月刊コミックブレード、マックガーデン刊に掲載紙が変わり、台もアリアに開題された。単行本一冊で一つの季節を描く形態を取っており、一冊には、本編5話と巻によっては、番外編が収録される。やかな季節。 時間の流れこそあるものの、基本的に一は完結型である。ほとんどの登場人物の名前の頭文字が、A、A で統一されている。連載初期は、作者曰く、水と猫の物語である。マックガーデン社は、水の惑星アクアを舞台に綴られた空と海と風と、癒しの物語、未来系、ヒーリングコミックとして紹介している。アクアは、 月刊ステンシル2001年3月号から同年11月号まで連載された漫画作品。連載中にエニックスを家騒動が起こり、月刊コミックブレードへの移籍にあたって開拓いた。ステンシルコミックスのアックアは絶版となっており、マックガーデンより、新装版アックアが出版されている。月刊コミックブレードマックガーデンにて連載されていた。単行本は、 全12巻。アックアの続編であるが、アリアから読み始めても内容は理解できる。2005年10月には、アリアザアニメ、アリアジアニメーションのタイトルで、アニメ化し、翌2006年4月から第2期、アリアザナチュラル、アリアザナチュラルも放送。2007年の9月には、OVA 版が、アリアザ OVA アリエッタ、アリアジ OVA アリエッタのタイトルで発売。 2008年1月から第3期、アリアザ・オリギナチオン、アリアジ・オリジネーションが放送され、2008年3月31日に、最終話が放送。2006年9月には、アリアザ・ナチュラル遠い記憶のミラージュ、アリアザ・ナチュラル遠い夢のミラージュのタイトルで、ゲームも発売。2008年6月には、アリアザ・オリギナチオン、青い惑星のエルシェーロ。 アリアジオ,オリジネーション青い星のエルシエロのタイトルで再びゲームが発売。2015年9月にはアリアザイーナイアが劇場公開された。この他にもドラマ CD 化や画集発売などメディアミックス展開された。西暦2300年代の未来、火星はテラフォーミングされ水の惑星となりアクアと呼ばれていた。アクアにづかれた入植地の一つ。 ネオベネツヤは地球のベネツヤの風習や街並みを再現し観光都市である。ベネツヤはすでに水に沈んでおり多くの建築物がネオベネツヤに移設されていた。また日本人の入植地が近接していたことにより日本文化の影響も見られる。ネオベネツヤでは地球のベネツヤと異なりゴンドラ小木による観光案内を女性が担っていた。この職業は ウンディーネと呼ばれ、観光産業で重要な役割を持っている。本作品では、一人前のウンディーネを目指す少女から見たネオベネツヤの、日々の情景が描かれている。物語は、惑星マンホーム、地球から来た少女、水無しあかりの視点で語られる。明かり里は、ウンディーネとなるために、人間一人、猫一匹の、小さなゴンドラ観光会社、アリアカンパニ、ー、アリア、 に入社するこの都市の観光会社には航海の安全を祈願するために青い瞳の猫を象徴にするという風習があり、アリアカンパニーでは火星猫のアリアを社長にしている。アリアは作品のマスコット的存在ともなっている。経営者で先輩のアリシアは業界一の成績を持つウンディーネであり、アカリザとはその優しい指導の下で成長していく。 また、明里は同じ志を持つ二人の少女と友人になる。カズとは、老舗観光会社、姫屋の後取り娘、愛花。もう一人はまだ学生ながら、一流の創船技術を持つアリス。三人の所属会社は違うが合同で練習を行い、観光案内と創船の技術を磨いていく。各話では、ネオベネツヤの風習や、季節の風物などが描かれる。 時折、妖精ケットシーのような幻想的な存在が、明里里の前に現れることもある。明かり里の食会は、見習いのペアから、一定の範囲で営業が認められる、半人前のシングル、そして、一人前のウンディーネである、プリマへと昇格していく。日本語オリジナル版、アリアでは、カバーを外すと1ページ目のカラーページを及び、 カバーの裏表紙に描かれているキャラクターのプロフィールと書き下ろし音、コマが掲載されている。目次に描かれるキャラクターは、時間の1ページ目他のキャラクターの予告となっている。12巻は1巻の、明かりざと。真相版、アックは及びガイドブック4冊でも同様だが、1ページ目や、目次とカバー下に描かれる、キャラクターの関連性はない。このか英語版、イタリア語版、 ドイツ語番、スペイン語番、中国語番、韓国語番、インドネシア語番、タイ語番も出版されている。英語版は、アリアのみが ATB 漫画により出版されていたが、売り上げが伸びず、迷走状態が続き、最終的にアリア3巻までで翻訳が打ち切られてしまった。その後、トキオポップが英語版の翻訳を受け継ぎ、アックアも含め再出版されることとなったものの、 出版ペースが極端に遅い状況が続いた。同社にて遅れて開始されたドイツ語翻訳は2011年に終了した一方、同年の時をポップの英語圏における漫画事業撤退までに英語版は6巻までしか出版されなかった。結果、英語版のみが未だ最終巻まで翻訳されていない状況が続いており、他社による引き継ぎの声明も出ていない。なお、 アリア1から3巻については、英語版が2種類存在することになるが、トキオポップによる、英語版、ドイツ語版は、オリジナルのままは、アクアを含む全巻において大きく、ロゴが変更されている。アニメ版は、テレビアニメが3作品、OVA が1作品の、計4作品が作られている。OVA は、テレビアニメの第2期と、第3期の間に発売されている。 キャラクターが登場する時期が原作より早いため、行事など主要人物が揃うエピソードでのキャラクターが異なることがある。原作と異なり、明里,里が火星を訪れて1年経過し、すでに片手袋となっている時点から物語がスタートする。原作におけるそれ以前のエピソードは階層の形か時系列を変更して挿入されることとなった。 季節の流れこそ一貫しているものの原作の話順は再構成され個々の順番は大きく異なる。二つ以上のエピソードが一話にまとめられることも多い。これらに伴い季節の変更が実施されたり話の導入など展開にアニメオリジナルの要素を多く含むこととなり完全オリジナルや原作を大幅に変更した話数もいくつか存在する。反面、 アニメ化されることのなかった原作のエピソードが多く残されることとなった。声優やスタッフはカレードスターとの重複も多い。創作画監督を各機及び OVA で全て変えているため、各作品ごとで画風に微妙な違いが見られる。最初にゴンドラの夢を BGM とし、メインキャラの会話と本編からアリア社長登場シーンの継ぎ合わせ。 ただし3期9話はまあ社長によるアバンタイトルを放送した後に CM が入り本編が始まってしばらくした後にオープニングテーマが流れクレジットタイトルが開始されるがオープニング中もストーリーは進むという形式をとっている2015年2月に全シリーズのブルーレイボックス化が発表合わせてアニメ10周年記念作品アリアザエイナヤの制作が発表された 詳細は後述。明記されていないが、音響監督は監督である、佐藤純一が務めている。アリアザオリギナチオン DVD 各館収録の映像特典ピクチャードラマ。全7話。エイナヤの DVD 版は発売予定なし。エイナヤ以外は1シリーズ全話1ボックス使用。アリアザナチュラル遠い記憶のミラージュ。アリアザナチュラル遠い夢のミラージュのタイトルで、 2006年9月28日にアルケミストからプレイステーションに用ゲームとして発売され、2008年3月6日にカカクリエイトからベスト版が発売している。ゲーム自体はアニメ的な演出効果を盛り込んでいるビジュアルノベルの形式をとっており、物語を主人公の青年の視点から描いている。また、本作のために新たに書き下ろされた CG やアマノ、 自らがデザインしたゲームオリジナルのキャラクターも追加されている。2006年4月に行われたアルケミストのイベント、アルケマズリにて本作主題歌が発表された。アリアザオリギナチオン青い惑星のエルシエロ、アリアジオリジネーション青い星のエルシエロのタイトルで2008年6月26日にアルケミストからプレイステーションに用ゲームとして発売された。 2009年8月6日にカカクリエイトからベスト版が発売している。本作では冬のネオベネツヤを舞台にプリマを目指すミナラユンディーネのアニエスデュマーニーの視点で物語を追体験していく。本作品には春フィルムメーカー制作によるフルアニメーションのオープニングムービーが収録されている。前日の通りテレビアニメ版や OVA 版ではそれぞれ固有の オープニングムービーと凝るものが制作されていないため、現時点では本作品が、アリアで、唯一、春フィルム制作のオープニングムービーを有する作品で、あると言える。アリアザイナや、アリアジアッペニーレのタイトルで、同名の TV アニメ10周年記念プロジェクト、青のカーテンコールのプロジェクトの OVA の、イベント上映、劇場公開を、記念、2015年9月24日に、 アンドロイド iOS 用にハーバストからリリースされた。ジャンルはシミュレーションゲームとなっていて、カンパニーの手伝いとして、アディア社長がお使いで買ってくるグッズで内装を変えたり、お店を訪れるキャラクターと会話したりすることで、なお VA の画像を集めたりすることができる。時間を置いて起動することでも内容は進む。無料アプリでアプリ内課金もない。アリア。 アクアリも、アリアアクアリとものタイトルで、2016年1月15日に、アンドロイド用に Google プレイにて、2016年1月28日に、iOS 用に App Store にて共に、ハーバストから、モバイルゲームとして発売された。ジャンルは、リズムゲームとなっていて、アニメで使用された楽曲が収録され、またキャラクターも登場し、ライブ 2D アニメーションと新規撮り下ろし音声を、 収録、他に、最高のプリマを目指すという目的の、カストーリーイベントも用意されている。基本プレイ無料だが、アプリ内課金あり。読めこれ、読めこれにて、作品に登場したキャラクターが追加された。アンドロイド iOS 用。水無し東里が2012年7月13日。ランハナ、エスグランチェスタが2012年7月27日。 アリス・キャロルが2012年8月10日。2006年7月と2008年3月に各3号にわたって発売された企画本。アニメで登場したウンディーネ専門誌、月刊ウンディーネを再現した冊子に付録としてミニチュアドールハウスやフィギュアが付けてくる。天野自らが監修を務め、イラストは天野の他に五条さやかが漫画プリマを狙え、は、 三谷亮が描いている。なお、一部のキャラクターは、この企画本で本名が明らかになっている。2015年に、アニメ10周年記念プロジェクトの一環で復刻、全6冊のボックスセットとして発売された。冊子の内容に関しては、各種用語を参照のこと。2007年3月に3号にわたって発売された、企画本。 水崎案内店の猫社長を主人公にしたい本に、付録として、ゴンドラ型台ザフップに、フィギュアがついてくる。フップにフィギュア付け書籍は、当初、週刊ニャンコ社長という商品名で発表されていたが、発売日変更とともに名称が変更された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。